皆さんこんにちは、まさです。今日はですね、自分の地元でもある、香取市の尾身川、そちらにある城山公園というところで、ここが、桜の名所で、今とても桜が咲いているので、ちょっとその桜の城山公園の様子の方をちょっと皆さんに お届けできたらなと思って、この動画の方を回しています。まあこんな感じのところが香取市にもあるんだよっていうのをちょっと知っていただけたらと思うので、皆さんぜひ最後まで動画の方ご視聴お願いします。それでは、早速行ってみましょう。こんな感じでね、城山公園のこの桜の時期は提灯がぶら下がってね、本当お祭りっていう感覚で盛り上がってますね。ここは今ね、私下なんであんまり桜とは触れてないですけど、この後階段の方を登っていって見に行きたいと思います。この階段ね、だいたい2、300ぐらいあるんですけど、よく高校時代はラントレでここを階段ダッシュしてました。今もたまに階段ダッシュでトレーニングに来る場所ですね。めっちゃあるんで、一歩ずつ登っていきましょう。この階段ね、すげえめちゃくちゃあるんで、ほんと足腰のトレーニングなんですよね。結構えぐいっす、ここは。はい、でね、だいたい今3分の2ぐらい登りました。そうするとね、こんな感じで、まあ、香取市尾身川ですねの高台街を一望することができて、すごく綺麗な景色が見れます。ちょっともう息上がってますはい、これが一番上ですね。階段を登り切ったやつなので、こんな景色ですね。で、すぐ脇に桜がもうこんな感じで咲いてます。綺麗ですね、やっぱり。でまあ、ここまでまあ結構登っていたんですけど、海外の人も多いなっていう印象ですね。ここまで結構いろんな言葉、いろんな言語が聞こえてきてて、なんか今までない感じ、今までなんかそんな外国の方がいるイメージなかったので、ちょっとびっくりしてます。行ってみましょう。でこれがまあ多分城山公園内ですけど、まあ見てもらえば分かるんですけど、こうやってめちゃくちゃ桜咲いてますね。綺麗ですよね。でちょっと音楽も鳴ってて、楽しい雰囲気ですね。今ちょっと中進んでいきましょう。こんにちは。なんかいい感じっすね、マジで。本当に桜綺麗です。めっちゃ演歌流れてます。そうそう、でこれを見てもらいたいんですけど、今ちょっと切り替えますね。はい、尾山公園にはこうやって赤い橋がかかってるんですけど、この時期になると桜の花とすごいマッチして、すごくいい景色が、いい感じの風情がある景色が見えるので、結構面白いですよね。ちょっと橋を渡っていきましょうか。はい、こんな感じに、まあ橋の上からなんですけど、こうやって橋のあれですね、桜のトンネルみたいな感じで、下は桜を撮る感じですね。めっちゃ綺麗ですよね、本当に。ね、ちょっと雲だけあるんですけど、それでもやっぱ桜めちゃくちゃ綺麗。大姫山公園、香取ですね。茶屋ですけど、今はもうやってないのかな。ここでなんか、多分自分がもう高校生の頃にはここはもうやってなくて、なんか廃墟みたいな感じになっちゃってますよね。で、ちょっと行くと、こうやって休憩のとこができます。高台なんですけどね、ここで結構休憩とかしながらできるところ。
ね、団子屋さんとかも何かこれまた趣のあるところですかね。で、もっとすげえ。これがちょうどこれで剥くとこうやってまた海側の街並みを一望できるところですね。桜すごい咲いてる、ね、ここもすごい綺麗ですよね。息を殺してで、この提灯ね、多分見てもらえば分かるんですけど、こうやって企業さんのやつがついてて、まあこうやって企業の宣伝もしながらって感じですよね。この提灯はめっちゃ綺麗ですよね。これ夜になったらまたライトアップされてすごい綺麗なんですよ。もうちょっと行きましょう。この自動販売機もね、外観を損なわないようにシックな色でまとめてますね。初めて見たな、この自動販売機。あんまり人が来ない路地裏ですね。ここは他はなんか桜というか緑が多いかな。でもやっぱりちゃんと提灯とかあるんでいい感じですよね。ここもはい、こんな感じでね、木屋さんもいっぱい並んでます。いいですね。お腹すいたんで大判焼きちょっと買っていこうと思います。200円だったら、はい、どうぞ。あら、中焼き、チョコ味ゲットしました。ちょっといただきたいと思います。見てみましょう。はい、でね、このジョヤマってね、もともと多分漢字の通りなんですけど、城の、もともと城があってその跡地なんですよね。実際に、昔の遺跡みたいな、遺跡っていうのかな、そういう縦穴住居とかそういう遺跡も出てて、で海側って古墳とかもあるんですよ。だから昔からそういう豪族がいてっていう地域になってるんでいいですよね。昔からそういう由緒あるというか歴史がある、歴史に触れられる町ですね、ジョヤマは。はい、なんでちょっといろんなところにそういう石碑とかの多い場所にはありますね。ちょっと探してみます。これもそうですね、石碑っていうかそういう記念のやつですね。入れるんで入りましょう。これがあれですね、さっきの塔から一段降りたところ、ちょっと高台ですね。こんな感じになってます。ここはね、本当に桜すごく綺麗ですよね。一望できる感じでめっちゃいいですね。ちょっとこういうところにこういうのが書いてあったりします。新四国88石像ですね。大正2年に設置されている石像さんがずらっとあります。ちょっとこれも行ってみましょう。最後のところですね。
ちょっとこの辺の由来とかあんまり知らないんで、後で調べたいと思います。で、そんな石像さんの上にも桜がちゃんと咲いてますね。行きましょう。石段を降ります。こうやってね、なんかちょっと行くとお墓というか石が、これも多分石像ですよね、みんながあります。ちょっと怖いですけど、また奥あるのでちょっと奥行きましょう。こんな風にウォーキングマックの方も設置されてます。まあ、大体これ見ればどういう風に動けるか分かるのでいいと思いますね。これね、よく見るとこうやって4号5分、1号5分って言って古墳がねあるんですよね。なんでやっぱ昔からここにはこうやってね、お城があったり豪族がいたり、すごい偉い人たちが住んでいた場所っていう感じですよね。目障って、ちょっと行きましょう。はい、なんかすごい向こうの桜の雰囲気とはまた一転して、今度竹林があってっていう雰囲気になりましたね。ちょっとこっちはあれですよね、その夜とかに行くには怖い場所になりますよね。まあ実際このウォーキングマップっていうことなんで、こういう場所も城山公園にはあります。はい、上に行きましょう。このこっちに来て思ったんですけど、ちょっと空気が変わってちょっとひんやりした感じですね。まあ、日陰っていうのもあるんでしょうけど、なんか向こうとはちょっとまた違った空気感がこっちありますね。まあ、別に怖いとかじゃないです、普通にそういう空気がある感じですね。なんか今気づいたんですけど、この上の広場よく見たら巨石、大きい岩が何個かありますね。なんかこういうのも関係してるんですかね、昔の何か、まあ、それとも単純に置いたのかレイアウトとして置いたのかわかんないですけど、なんか昔からなんか巨石信仰とか大きい石岩を信仰するっていう風習は日本にはあるんで、もしかしたらそういうのかもしれないですね。まあ元々お城だったんでちょっと分かんないですけど、行きましょう。富山13号前方後円符、これですね。これが古墳ですね。でもこれがもう古墳なんですよ。で、古墳の上に神社、矢倉が立っているって感じ。BGM が。これは一体何なんだ。鶏ですかね。でもこれが古墳ですね。なんか、なんかあれっすね、マジなんか歴史を感じる、この富山公園は本当に歴史を感じますね。それではね、さっき買った大葉焼き食べていきたいと思います。楽しいよね、大葉焼きとか。みんなの地域なんて呼んでる？大葉焼き、どうぞ。ここだ、早漏とかさ、いろんな呼び方あるけど、この辺はだいたい大葉焼きって呼んでます。めっちゃうまい。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日はですね、富山公園の方を散策していきました。で、結構自分でもね、久しぶりに来てすごく新しい発見というか、あ、こういうのがあるんだなと思って知れて、すごい歴史を感じることができました。改めてすごいいい発見がありました。で、この
まあ、桜祭り、まあ、桜の時期は結構ずっとやってるので、皆さんぜひ来てください。で夜もライトアップされてすごく綺麗、夜桜すっごく綺麗なので、ぜひ、次回ある方は、香取市小見川津山公園の桜の方見に来てください。で今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴の方ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思った方は、グッドボタンと高評価の方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。